インド専門のサトルです。今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、私が成功したら欲しいものというテーマでちょっと話したいと思います。私はですね、経済的に成功したらですね、なんとですね、高級なスーツを買いたいなというふうに思っているんですね。そうです。あなたもご存知かと思いますけれども、ゼニアのスーツというのをですね、ぜひ一度、袖を通してみたいなというふうに思うんですね。私の先生であります、仙人さんはですね、非常にケチな方として有名なんですね。スーツなんてめったに着ないという人でして、で、しかもですね、人からもう仙人さん、もうケチですね、というふうに言われるんですけれども、普通の人はそれでケチですねって言われると、恥ずかしくなったりですとか、怒ったりですとか、ケチじゃねえよとかですね、いうのが普通だと思うんですけれども、仙人さんの場合はちょっと違いましてですね、もう非常にニヤニヤとしてですね、喜んでしまうんですね。ケチだと言われると。だいぶ変わってるなという感じなんですけれども、これどういうことかと言いますと、結局のところですね、ケチな人しか金持ちになれないというのが、世の中の真実の一部なんじゃないかなと。いうことなんですね。やはりどれだけお金を稼いでもですね、浪費癖があるとお金というのはたまらないんですね。で、ケチというところは悪いんですけれども、必要なものとか良いものをしっかりと買って大事に使っていくという生活態度を身につけることで、お金はだんだんたまっていきますね。で、剰余知足という言葉がありますけれども、結局のところ自分の欲望をコントロールして、収入の範囲内で生活をしていって、貯金がだんだん溜まっていくというのが、実は非常に幸福感が高い生き方であると。あなたもそこでご存知だと思いますけれども、そういうことがあるわけですね。で、仙人さんからそういった教えを私は受けておりますので、私自身、だいぶ感化されておりましてですね、だいぶ物欲というのがほとんどもうないんですね。いろんな知識を得たいですとか、例えばいろんな、人と話してみたいっていう欲求はあるんですけれども、何かこのものをですね、高いけど手に入れてみたいなとかいうのは、全くと言っていいほどないんですね。で、じゃあなんでゼニアのスーツが欲しいんだっていうことなんですけれども、実はですね、ゼニアのスーツをですね、現時点ではですね、そんなに欲しいと思ってないっていうのが実はあってですね、じゃあ最初に言ったのは嘘だったのかと言われるとですね、嘘ですということで、言っておきたいんですけれども、嘘なんですね。ゼニアのスーツって別にどういうものかそもそも知らないっていうのがあってですね、何なんでしょうね、ゼニアのスーツっていうのはですね、よくわかりませんね。っていうことなんですよ。で、ちょっと補足しますと、単純に嘘をついたわけではなくてですね、ゼニアのスーツと呼ばれている、高いスーツがあるそうなんですが、そのスーツが買えるぐらいの経済的な成功を収めたいというのが私の欲望なんですね。で、そういう状態に早くなりたいなというふうに思っています。私はあまりスーツですとか自動車ですとか旅行ですとか、そういったお金のかかる趣味はあまりなくてですね、そんなことするぐらいだったら貯金をしたいなっていうタイプなんですけれども、いいスーツを着るとですね、やっぱり見る人はそれに気づくのかなというのも一方で思っております。例えば成功者の方ですとか、あとは女性の目から見てですね、この人はいいスーツを着ている、しっかりした人なんだろうということで、人間としての信用力が高まるっていう面は、あるんだろうなというふうには思います。ですので、いずれ1着ぐらい買ってもいいかなというふうには思いますね。またですね、しっかりと節約をしたり、お金を貯めたりっていうのがもちろん大事ではあるんですが、コピーライターとしての仕事という面から考えたときにですね、高級なスーツを買いたいとか着て、
人からよく思われたいっていう人間のその心理ですね。そういった欲望を持っている人は一定数いますので、そういった人の気持ちを理解するっていうのは、これはコピーライティングの、まあ、仕事をする上でもですね、大事なことじゃないかなと思います。まあ、そういった心理だけではなくてですね、まあ、他にもいろんな人間の趣味ですとか欲望ってありますよね。そういったものをしっかりと理解して、その人の気持ちになり変わってコピーを書いていくというのは、これはコピーライティングの、まあ、スキルとして大事なことではあります。まあ、そういうわけでですね、まあ、ゼニアのスーツについて何か語るのかと思いきやですね、まあ、そもそもゼニアのスーツとは何なのかって私よく分かってないんで、語ることはできなかったわけなんですけれども、まあ、あなたにもちょっと考えていただきたいことはですね、まあ、経済的に成功したいというふうに思っていらっしゃると思います。で、それは、あなたは何のためにそれをしたいですかというのをですね、ぜひ考えてみていただきたいなと思います。もちろん、高級な車を買ったりですね、スーツを買ったりというのは、自分に対するご褒美ということで、もちろん、いいことだと思いますけれども、まあ、例えばですね、家族にいい暮らしをさせてあげたいとか、子供にいい教育を受けてもらいたいとか、そういったこともですね、経済的に成功すればできますので、まあ、そういったこともぜひですね、いろいろ考えてもらいたいなというふうに思います。で、まあ、貯金をしていく、貯蓄をしていくっていうのは、まあ、美徳ではあるんですけれども、金は天下の回り物という言葉も言われてますけれどもね、お金を使うということは、お金が決してこう消えてしまうわけではなくてですね、誰かの手に渡るわけですね。それは誰かの所得を増やすことになり、まあ、日本の経済を発展させていくことになりますしですね、そのあなたのお金を受け取った誰かは、まあ、幸せになってですね、またその人が、お金を使ってということで、どんどんお金がこう循環していくということですので、まあ、お金を使うことも悪くないかなと思います。ぜひですね、あなたも、あなたのビジネスを成功させて、成功した暁にはですね、一度はですね、こうビッグな買い物をして、あの時こんなもん買ったよって、後でこう、語り草になるようなですね、面白い買い物も、まあ、してみてもらえると面白いかなと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。